ばんは。マナのおじさんこんばんは。指切りよ。フェザースターさんこんばんは。ハッチさん、ハッチ、イエーイ。はねにゃんさんこんばんは。イエーイ。今日は暑いんですよ。ハッチこんばんは。大輝さんこんばんは。ぶっぴんさんじゃないですよ。ゆきさん、グッドボイさん、グッイブニング。アバッターさんこんばんは。セスさんこんばんは。ツインテール、印象変わった？やった。おキュートさん、はっちゃんやどー、やよ、はっちゃんよジンさんこんばんは。絶対来てくれると思って、そう、今日はあと30分しかないけど、かわいい、ありがとう。ゼミさんこんばんは。早いな、もうご飯食べ終わった。小田さんこんばんは。いつもとなんか違う、前髪切ったからかな。今日でもいつもとメイクが違う。お目目でかく見えるでしょ。幼くなった？ツインテール可愛すぎる？マジで？ささみきさんこんばんは。お、お仕事頑張ってください。4時間待った。4時間っていうと今7時半。ありがとう。ルルナさんこんばんは。ツインテールありがとう。触覚？小顔効果。くるみねるさんこんばんは。うん、まなちゃんやっほー、ありがとう。かわいい、ありがとう。そう、朝のプリンはちゃんとできてた、美味しかったよ。ツインテールかわいい、ありがとう。ひろたちさんこんばんは。なあくんさん覚えてるよ。全然覚えてる。前髪いい感じ？そう、みんなに言われた通りに前髪と、違う、前髪じゃないや、前髪は眉毛と目の間にして、ちょっとさ、これで下ろすんだったらここまであったらなんかおかしいなと思って、もうちょっとだけ引けてください。このぐらいにしました。明日 NMB 劇場行ってきます。おめえむこらさんの生誕祭なんです。お、いってらっしゃい。ゆうちゃんさん、やっほー。お、前髪、ちょベロベロさん、ありがとう。さらにビキンだ、ふぅななびさん、こんばんは。うさぎ、そう、うさぎちゃん見えてないな。カラコン入れてるの？カラコン入れてないよ。何も入ってない。ラガンっていう？ラガン？そのラガンです。今日タラメに見えるメイクをしてる。そう、今日は静か。なんでやろう？お腹空いてるから。ひーちゃん、ありがとう。ツイン可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛くなった、嬉しい。夏休み宿題、よし、お疲れ様。お、ありがとう。握手会くん、あ、ありがとう、まなちゃん。前髪いい？やった、ありがとう。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエーサイティンさん、はじめまして、ありがとうございます。神戸握手会、あ、ありがとうございます。待っとるよ、待っちゃるよ。カズさんありがとう。ゴンちゃんさん、はじめまして。そう、まだご飯食べてない、今ママがご飯に行って。かわいいよ、なんか言ってよ。足らない、やだ。ももちゃん起きてるよ。はねにゃんさん、ついめっちゃかわいすぎる。
やだ、ありがとう、クラちゃん、こんばんは。カラカラ山さん、こんばんは。祝宴です、ありがとうございます。フェイスさん、ありがとう。可愛くなっとる？前髪最高かよ。今日のご飯はゴーヤチャンプルやったと思います。今日ね、今までにない取り組みをしたの。これなんかペン、筆じゃないハイラインをこうやってまつげとまつげの間に埋めてみた。そしたらなんか目が大きく見えるらしいからやってみた。で、筆のやつをふわーキュッて、ちょっとここわかる、前歯がアイラインね、ちょっとここ描き足してんのわかるかな。ここにイッてやったらなんか目がねこう見えるのだから今日ははっちゃん結構メイクを研究してまして、今頑張って。で、ちょっと研究した時にこうするといいらしいっていうのでやってみました。どう？いつもと目違うかな。こうやってやるのもいいらしい。はっちゃん離れ目やんか。でけさ、ここをさ、なんだっけ、こうやってやるのもいいらしい今日は目がはっちゃん印象的かもしれない。こえちゃんプレイやろうね。こんな感じ。もう僕の分ご飯いいかな。ゴーヤ食べれないが食べれるのかい。美味しいよ。あのゴーヤチャンプルはっちゃん苦手やったんやけど、なんかケチャップかけたら食べれるし美味しいよね。アイラインよ。なんかさ、なんだっけ、なんか目って、アイドルってクリクリした目が可愛らしいんだけど、前歯って結構モデル顔らしくて、なんか釣り目っていうか、釣り目ってか綺麗な目をしてるんですよ。だからあんまりアイドルアイドルしてる目じゃなかったんで、そこはメイクに頼ってみましたへへへ。化粧品、なんかさ、なんだろう、今まで使ってたさ、これクリームとかでもさ、前使ってたやつじゃ使わなくなっちゃうから、なるべく使い終わって新しいのをちょっと買うようにしようかな。なんかさ聞いて、なんか自分は前これじゃない化粧下地を使ってたんですよ。けどこれを買ってから、こっちのさ、こっちなんか前使ってたやつは使わなくなるじゃん、これからなったら嫌なので。そうだからちょっと使い終わってから新しいの買おうと思います。はいはっちゃんの、はっちゃん、そう、はっちゃんです。はっちゃんのファンでよかった。いやー、ありがとうございます。結構思い切った。そう、意外とさ、ここまでやったからパシッと。何事も勉強ありがとうそう、はっちゃんって呼んでください、お願いします。いい目してる。そう、モデル顔なんだよね。そうだから今ちょっとアイドルっぽいでしょ今は幼く見える。ちょっと最年少らしく幼くしてみます。先生さん、もっと可愛くなるかな。やった。キヨニー、こんばんは、お疲れ様です。どうしよう、可愛いしか言えない、やだそろそろご飯の時間ですか。今ママが作ってます。今日のご飯は煮込みご飯、美味しいよね。最高かよ。35歳までファンでいる。35歳過ぎたらどうなんの。泣き泣き。朝より元気になった朝は寝起きやったからさ、今日決まったでしょ。これさ、いつもさ、前髪決まらんって言わんでもいいわ。モデルっぽい。
そうなんですよ、モデルっぽいのでちょっとアイドルっぽくしたいなと思って、今日なんか一パーツずつ変えてみようと思って、今日はおめめ、そう最年少なんですよって言っても、あのはっちゃん、あれ今玉ねぎ切ってる、目がしょぼしょぼするなんか中1のメンバーの中でも一番下なんですよ、だからはっちゃんに最年少って今呼ばさせていただいております。お、あやかさん初見ありがとうございます。顔が真っ赤になったぜなんでやねん、ママ指切らないでねって、なんてありがとうっておしゃれなグラス、これどこだっけ、忘れた、ありがとう、俺は35歳けどファンやめないといけない、そんなことないよ全然、はっちゃんが死ぬまでファンでいてくださいダメですよそんなこと、アイドル好きなのは年齢なんて関係ないすごく可愛いです、やだやだ、はっちゃんもう立派なアイドルやで、まだ立派とは言えないな、ファンやめなくていいですよ全然ね、何事にも年齢なんて関係ない、ちょっとやばいな、そろそろ明日じゃないや、明日明後日の握手会の準備をしないといけない、こっちので恥ずかしくなってきた、なんでや、昨日さ親戚のお姉ちゃんにさチークもらったんですよ、なんかいつものチークをふわふわって塗った後にこれを塗ると、これすごいキラキララメがあるんですよ、キラキラしているのでめちゃめちゃ可愛いほっぺになるんです、ハンバーグ作ってるのまま、違うよ今ゴーヤチャンプル作ってます、握手会来た、ぜひぜひ、はっちゃんよりファンの方が長生きするんだけどな、そうですよね、めっちゃ好きな顔にしました、お嬉しい、つよしさん初見やったっけ、なんか前も来てくれた気がする宿題やった、朝やった、そろそろ準備しんと、しんといけんじゃない、せんといけんね、いつしか大人になってしまった、過去か未来か Never go、 ねえ前張って今さマスカラしてないんやけどさ、マスカラした方がいいと思う、今ちなみにビューラーもやってないんだけど、なんかまつげなんかあった方がいい、それともそのままでいいと思う、やってない今、なんかやった方がいいかね、ドゥ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 、握手会行くなら今がチャンスだ、確かに、ね、はっちゃんと年齢差が30近くあるんだが長生きつら、やばいなそれは、ちょっと30近くとか言わんで年齢予想してしまうからやめてください、すっぴんでも可愛くないよやめてくださいえ、いらないかな、あちなみにはっちゃん学校いつもこれで行ってます、あでもない、最近ずっと一つ結びにしたり一つ結びにしたり、小学校の時はずっとこれで言ってました、ハープルさんこんばんはね、ちょっと可愛すぎるねマジか、まつげだけほんの少し上げるとそれだけでもいいかも、見てまつげが抜けた、たたーん、なんか最近まつげ抜けるやばい、
なんかまつげが脱げる、脱げるじゃない、抜けるときは美容液をつけます。一本でもまつげが抜けたときはまつげ美容液をつけてまつげにしっかり成長してもらいます。おう、まつげの、まつげじゃないや、アイラインがついてしまった、やだ。よし、これでいきましょう。ちょっとごめんね、まつげ美容液つけてるけど気にしないでください。まつげ大丈夫です、ありがとう。握手会の衣装、なんか普通の服着ます。めっちゃ普通に幼い感じの服も着ようかなと思ってます。ツインテール協会に入ろうかな、じゃあ。若いって言われた、なあちゃんに。なあちゃんだって、奈々さんに。やめて、もう。ネイスも可愛い。やだやだ。これは誰にも真似できない。この可愛さ。可愛い子はほっぺを膨らますの。のんちゃんとかいつもほっぺ膨らましてる。だから可愛いのかもしれない。可愛い人ってめっちゃほっぺ膨らますの。だからマハマやってみよう。可愛いの、可愛いの何、常識なのかな。これはなんか違うな。はっちゃん握手会で幼稚園コスプレしないよね。はっちゃんコスプレしませんよ。はっちゃんコスプレ苦手なんで。やだやめて、マイハそういうの無理。そういうキャラじゃない。え、なんか普通の服ですよ、期待しないでって。ほんとなんか普通にこんな感じの服でも着るし、こんな服の、こんな感じの服とはちょっと違うけど、ほんとに普通の服ですよ。コスプレ嫌い、はっちゃんは苦手。コスプレだってはっちゃん配信で2回しかやったことないもん。2000人突破した時と、あとマリーナのコスプレの日で一緒にやった時。そうですよ。今はっちゃんいい、そう、ハチのチャームポイントは目が離れてるところ、離れ目族で。ハッちゃん離れ目族ですから。意外にマンゴー可愛いよな、中学生くらいに見えますよ。中学生やもん、マイハ中学1年生ですよ。前にコスプレしてたからてっきりやるのかな、全然。でもはっちゃん幼稚園のコスプレやったことないよ。メンバーに見せた、見た人は見た、でも見てない人は見てない。高校生だかと思った、マジで。中学1年生だよー、最年少です。はっちゃん着ぐるみ配信、着ぐるみ配信か、それだったらいいかも。コスプレより着ぐるみの方がめっちゃ好きなんですよ、前は。今度着ぐるみ配信しようかな。やめてくださいって言われちゃう、かわいすぎ、やだ。なんの、ももちゃん大好きだよ、ももちゃん大好き。待って、ちょっとみんなスクショしてください。待って、まだしないで、可愛い顔探します。
耳が、そうだよね、くくろうか。ももちゃん耳くくったらね、耳がピーンってなるので、シュシュでくくってあげよう。帽子かぶってもいいけど。いいよ、どうぞ。終わり。お、スクショありがとう、撮った？やいやいやいや。ももちゃん、土踏みです。炊き込みご飯を食べてきましたって。私にも分けてちょうだい。やめなさい。へへ。おい、ほんとや、3人の皆さんありがとうございます。パシャ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 。かわいいな、ももちゃん。でも耳立ってる方がかわいいね、うさぎっぽい。ありがとう、こちらこそですよ、皆さん。ありがとうございます。ちょっとさ、はっちゃん、ビューラー苦手なんだよね、まつげが抜けちゃうから。51分、もう？やだ。今、のんちゃんがメンバーのモノマネやってた。はっちゃんもやって。はっちゃんがメンバーの。誰しよう。ゆみりんは、えへへへっていう。ありちゃんは、はっさーんっていう。めっちゃ似てる。めいめいはお兄ちゃん大好き。まあはちょっとダメだ。でのんちゃんはあ、似てるわ。ハムハムさん初見ありがとうございます。へへ。男に生まれてよかった。あー、やめよう。じゃあはっちゃんの女に生まれてよかったやるよ。あー、女に生まれてよかった。ちょっと似とるな、雰囲気はつかめた。よし、ちょっとさ、前髪嬉しいな。12秒、12秒ですか。世界中で一番綺麗な宝石をあげる、だからちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の声が今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの。どうすればいいのだろう、僕はただ夢の中に、まるで記憶。あ、違った、それ2、あれだった、2番だった。残念、ごめんね。じゃあ2番歌っていい。まるで記憶の宝石、まぶしすぎる12秒。はるかさん、こんばんは。初コメありがとうございます。そう、これはね、はとこのお姉さんが作ってくれたんで、ありがとうございます。うん、神奈川のさん、バラありがとう。泣いた、かわいすぎ、やめてください。発音してよかった、ありがとう。あ、バラありがとう。チッコもありがとう。神奈川さん、ありがとう。歌うまい？まだまだ練習中ですよ、マイハも。まだまだ練習中。
55分な、お、ありがとう。ピノヒロさん、こんばんは、初見ありがとうございます。ななこちゃん、こんばんは、ツインかわいい、ありがとう。ののパンダンだ。ののパンダいいよね、のんちゃんおじパンが好きだもんね。なんかもう3年生ぐらいの時めちゃめちゃおじパン好きでみたいな。配信楽しいからフォロー、お、ありがとうございます。よかったら皆さんもフォローの方してくれたら嬉しいです。さあここでね、告知をしたいと思います。あさって、しあさって、その次にはっちゃん、幕張メッセにて握手会があります。はっちゃんもいるのでぜひよかったら見に来てください。握手しに来てください。はっちゃんレーンの前に立ってくれて、はっちゃんに向かって思い切り手振ってくれたら、はっちゃん手振り返します。あとこれやってくれたらはっちゃんもやります。同じポーズしますよ。はっちゃんみたいな感じで手振ってくれたら、はっちゃん思い切り手振り返すので、ぜひぜひ手振ってください。それじゃあ13位から読ませていただきます。13位、フィザースターさん、ありがとうございます。12位、ちょっと影響しさん、ありがとうございます。11位、バサシさん、ありがとうございます。10位、風太郎さん、ありがとうございます。9位、かよちゃんさん、ありがとうございます。8位、このがおっさん、ありがとう。なんかおっさんさんってつけるのちょっとあれだな、ありがとうございます。7位、はっちさん、ありがとう。はっちありがとう。はっちははっちでいいや。6位、エイコリさん、ありがとうございます。5位、つじふみさん、ありがとうございます。4位、はにらんさん、ありがとうございます。3位、さかさん、ありがとうございます。2位、ツインギンダさん、ありがとうございます。そして第1号、奈良西さんです、ありがとうございます。お、マイケルさん、ありがとう。くま2人もありがとう。2人もありがとう。よき、いや、じゃあ神奈川さんって呼ぶわ今度から。なあちゃん、こんばんは、また来てください。うん、オッケー、じゃあハッチって呼ぶわ。今日も楽しい時間ありがとうございました。はい、5位まで一番、お、ありがとうございます。お、明日も来てください、ありがとうございます。よかったら皆さんフォローもしてください。解除はダメですよ絶対に。さあ、ももちゃんに一言いただきましょう。お越し会、ももちゃんも一緒に待ってるけ、ぜひよかったら来てください。よろしくお願いします。バイバイ。明日も会えるかな。明日も会えます。あら、いちいちに、あれ、順位変わっちゃった、ごめん、あれ、ごめんなさい。ちょっと1位マイケルさんになりました。マイケルさん、ありがとう。ということで、あともうちょっとしかないということで、皆さん今日も来てくれてありがとうございました。今日ちょっと30分しかできなかったけどすいません。明日も見に来てくれたら嬉しいです。今日も見に来てくれてありがとうございました。バイバイ。おしましも待ってるよ、ちなみに。ちなみにおしましもお願いします。はっちゃんめっちゃぴょんぴょん飛び跳ねてると思うので、見つけたらぜひぜひ駆け寄ってきてください。あとピカチュウの真似が得意なのでぜひぜひリクエストしてください。じゃあね、ありがとう、おやすみ。ウィンクできるかな。ごめん。バイバイ。バイバーイ。おやすみなさい。筋肉痛。おやすみ。